慶狩野は、安土桃山時代末から明治期まで京都で活躍した、画家の流派。豊臣氏滅亡後、狩野派のほとんどが江戸に下ったことに対して、京都に泊まったため、慶狩野と呼ばれるようになった。初代家の三楽二代狩野山行きを輩出。また三代、狩の江能は、日本初の画伝書、本朝菓子を表した。豊臣秀吉没後、 カの家の大部分は徳川に仕え、徳川幕府を頼って江戸に下った。仮の宗家を含めてこの一派を江戸仮のという。しかし、秀吉の調和を受けたカノ三楽はそのまま秀頼に仕えた。このため豊臣氏滅亡後、幕府から権威をかけられてしまうが、小華道少女九条美雪家の取りなしによって恩赦を受け、 その後は、宮城家や、本願寺の御用絵師として、京都を中心に活躍する。二代山行き以降、装飾的な桃山の画風を代々、受ぎ苦行集や寺社に仕えるも、幕府の手厚い庇護を受けた江戸狩りのと比べると、その勢いに大きな隔たりがあった。また、宮廷の御用を得ていたものの、土佐や、鶴沢家に続く家柄でその境遇には、大きな格差があった。三代、 A. 治は、山行の意向をもとに、日本初の画伝書、本庁菓子を表したが、これは、室町時代以来のカノケの生形を主張する目的も、あったようだ。四大英系は、大見日野の,の高田圭介を指導。この高田圭介の門下から、曽我昇白や月岡設定、島崎雲穂という近年評価の高い画家が輩出した。流派は、次第に低迷したが、 幕末9代、かのひさしだけの第に一時的に復興する。しかしそれも長く続かず明治を迎えると急激に衰退した。ありがとうございます。